こんにちは。ひひひひひ。今日春祭りがあるじゃないですか。でも、もう毎回毎回何着ていこうって迷ってる。なんか微妙じゃないですか。暖かくなってはないけど、そんな冬ほど寒くないみたいな季節。もう何を着ようかって。結局今日はね、七分丈なんだよね。寒いだろうけど絶対。だからってさ、上に合わせるさ、なんかパーカーみたいなのもないし。見て、このレッスン着みたいな服、これを着ていく。 おしゃれじゃん。おしゃれはもう考えません。ずっとワンピースとかスカートとかで春祭り出てたけど、今日はもうジーンズ知らない。 やばくない？七分丈。上になんか着ていけばいいか。カニパーカーで行く。ねえ、それありだよね。カニパーカーで行こうかな。てか、カニパーカーを持ってって、予備。でもな、カニパーカーだとしたら、下は黒スキニーの方が。今下ジーンズなんですけど、カニパーカーグレーだから。ジーンズには合わなそうだな。もしかしたらこの服じゃないかも。春祭りの時。どうしようどうしよう。もうさ、なんでさ、アイドルがさ、皆さんにさ、今日のお洋服どうしたらいいと思いますかとか言ってさ、何をやってるんですか。可愛いのに戻ってるかもしれません。あと10分くらい経った。10分も経ってないか。5分強くらい経ちましたが、皆様お気づきでしょうか。私、前髪を切りました。また誰も気づいてくれなかった。 ひどい。前髪切った。切りたて。
5分前に切った。気づいてたけど言わなかった。ちょっとちょっとちょっと今言おうと思ったのに遅いよ、前髪切ったって。ほらずっと長かったのにパツンになりました。こんにちは、前髪切った？うん切ったよ。今言おうと思ったのに切らないんだよ。いや結構バツッって切ったから皆さん気づいてくれるかなっては思ってたんですけど、あとはここの毛をちょっとこう斜めに切りましたね。あとはママに微調整してもらってここ斜めになりました。あーい皆さん気づいてくださいよ。ちょっとここが長い。まあまあまあいいか、ちょっと巻けばなんとかなる。で今日は一つ提案なのですが、皆さんに窓はできますか？一緒に公園見ましょうよ、公園のアーカイブ。目髪切ったよ。今までやってみたかったけどやったことなかった。え？ねえ前ログインしたのに、なんで？昨日のじゃなくて、あのあれです、19日。ログインできました。でもなんか私はイヤホン、ちょっとなんかいろいろあるみたいで、私はイヤホンなので、お昼か夜だったら、いやお昼ですよね、そこはお昼じゃない？お昼の方がやばい、やばいです私的には。こんにちは、 NGT48 の木本優奈です。うえーい、やばお昼。でもさ、これさ、一斉のこのリアルタイムで見てるわけじゃないから、一斉のでやってさ、やってさスタートしないとダメじゃない？じゃあ321しましょう。いきますよ。ちょっとこれ向きが、いくよ。これもさ、だってさ、ゆうなたちがさ、ゆうなたちがじゃない、私がさ、いっせーのでってやっても、それがさ、あの
ラグでさ伝わらない時あるよね。まあいっか。いっせーのーでポチ。パチ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 。GT ポリエイ。はい、ここでグータッチ。裏ではグータッチ。行くぞー。おお。はい、ここら辺で背中を叩き始めますね。パチンパチンパチン。ユウナナもやって。バチーン。NGT ポリエイ。 NGT ここで行くぞ。行って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 。面白い。ここの腹の中に入ってふっって外に行くのが可愛い。スタイルお化けたち。テロップ書いとけば。そうだよね。わーとか言って。これ私も2回目3回目くらいなんですけど、おもちゃのヘイターイタチガのところのカクカク具合がめっちゃ面白い。これさ、なんかいつもこんなカクカクしてなくないって思ってルアに連絡したんですよ。え、この時なんでそんなカクカクなのって言ったら、ちょっと花江のモノマネを入れてるらしくて。ニヤニヤしてんの。かわいい。面白い。やビジュイ良すぎだろ、スモちゃん。
セーフセーフセーフじゃないよ、もう完全に。おおいつも私パーティーって終わった後ディアマイまで口パクパク口ってやってんの「いいないいな」の春の「ぷぷー」がかわいい。こんにちは。いて。あにー。あ、もうここら辺で私は体力がなくなってきてますよ。はっって思うの感じ。やばいやばいやばいって。持ってどいつ映ってもずっと美女がいいんだけど。上手、歌うまい。あ、見逃した。ユウが好きなポイントがあって、タタタタタタ、ちょっと耳がタタ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 タのところでもっちゃんがこうやって指さすんですけど、そこが好きすぎる。あ、あ、この真面目な顔の木本、映るかわかんないけど、あ、映んなかった、私の真面目な顔。あ、ここのところはもう
あ、ぶりっこ来ます、ぶりっこ。あ、ドキドキ。かわいい。あ、シュート。はい、体力なくなってきてる顔。あ、映った映った映った、真面目な顔。かわいいな。面白い。じゃあ皆さんの好きなポイントも書いてくださいよ。ここのこれやってる。珍しく私の探すのよ、見つけたやーっていうのが映りました。ひよこポーズ。すごいひよこじゃない。頭三曲すごーい。なんか私が好きなポイントがなんかこの日は詰まってる。え、いつもその皆さんはアーカイブ見るときは推しメンを見るんですか？全体で見てる？それともこの子を見ようって決めて8回見てる？全体か。じゃあちょっと見てほしいポイントが多すぎる。パーティーのパーティーの好きなところはもうおもちゃの兵隊たちがで、もうあそこだけを私は7回から10回ぐらい巻き戻して見てて、夜中に爆笑するっていう。なんか一回、え、これいつもこんなカクカクでやってたかなって思って、前の日のアーカイブも見に行ったんだよ。でもそんなじゃなかったの。でもなんかこの日はルアーがすっごいカクカクだったから、え？思ったら花江のモノマネでした。皆さんそこ注目ですよ。
この私が語ってる間に巻き戻してみるのはいいんじゃない。そう、お昼も夜もカクカクで、お昼はなんかやってやるぜっていう顔をしてるの、ニヤってしてんの。それを相まってめっちゃ面白い。あとゆなが大好きなのは花江のシンデレラ乗せた馬車がのシンデレラのあのポーズがめっちゃ可愛くない？乗ってんの？ティアラ、自分でティアラ作って頭に乗せてんの超可愛いんだけど。花江のシンデレラポーズ。そう、そこをいつも見てかわいいってなってる。これ何ポーズなんだろうって最初ずっと思ってたの、こうやって、あ、ティアラかと。面白い。ディアマイは、ディアマイなんかあったっけ。あ、そうだ、もっちゃんの一サビ前のタララ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 ラの多分4個目のポーズがファンの方をこうやって指さすっていうポーズなんだろうなっていつも見てるんですけど、いつもそのポーズなんだけど、そこが可愛い。ユーも刺されたいと思って、ユーもやりたいな。じゃあでやってみよう今度。それが可愛い。あと映ってる時と映ってない時があるけど、自分のポイントをあげるとしたら、どこにもあるような出来事の後のダッシュですね。そこが一番の見どころかなって思います。毒リンゴはそれぞれソロの、ソロっていうかソロで抜かれるから、そこはみんな可愛いね。可愛いよね。ちょっとくしゃみが出そうで出ない。それではちょっと MC は飛ばしてスカヒラに。この日はスカヒラじゃないんですけどね、私。20分40秒です。こんにちは、 NGT48 の木本優奈です。こんにちは。いくよ、よーいスタート。ポチ。
これ3曲続けて踊った後にこのダンスすごいよな。セクシー、え、年下とは思えないセクシー。頭を抱える可愛さ。みんな耳言うの多分ギャーギャー言っちゃうから音量下げてください。ごめん。このすもちゃんのこじはるさんリスペクトの歌い方ね、いいよね。あ、想定内、すいません、ギャーギャー言っちゃう、かわいいって言っちゃう。聞いてください、私スモと出会った時はスモスキップできなかったんだよ。でもなんかあれだよな、ライブツアーの時の東京公演、渋谷公演で後での時にスキップ披露しなき、スキップの振り付けがあってそれで練習してる。花江のこのさ、この曲ちょっと低いじゃないですか、キーが。このキーが、の歌ってんのが、もう、尊すぎる。はぁ、手つないでる。やばい。歌うま。歌うまっ。歌終わりのメンバーが吐けるとき注目じゃん。その曲に合わせた吐け方をしてるからね。
ゆうなクラスメイトとキスダメはやったことはないからね。低いよな。どのパート？でもあれやりたい、後ろで、これで言うと花絵じゃないパートでこうやってさ向き合ってこうステップで回るじゃないですか。あれやりたいんですよね。このあの iPad、 なんか勉強するために買った iPad なんですけど、勉強するためのアプリ以外時間制限でロックがかかっちゃって、今かかった、パスワード知ってるから解除したけど。今何分？今さ、今、私クラスメイトなんだけど、皆さんさ、どこ今今終わったんだけど、クラスメイト穴くり飛ばそうか。穴くり嫌だな。これつられ。私、リリノと歌ってた時は、サビはユニゾンだったから、サビ、ハモリってあんまり、慣れてなくて、つられまくりの穴くり。サビが。
一番よりはマシになりました。ありがとうございます。学びましたね、耳、私の耳。ハモリむずいんだよ。しかもなんかハモリの音を知ってるとそっちに本当に釣られてっちゃう。下手最善で泣いてくれてたの？ええ久しぶりの穴くり。春かわいい。春かわいい。これ花江と私同じ髪型で、編み方、三つ編み、編み込みの編み方だけ違うんですけど、編み方違うだけでだいぶ違う髪型に見える。今日なんかありましたか？何もない。これから3期生春祭りです。了解です。見に来てくれんのかな。皆さんこれ見るの何回目ですか？もう見飽きるぐらい見た人いるのかな。まだ見ることになったよって思って。5回目。めっちゃ見てる。
花江あれだな、きっとなんだろう、唇がチュルチュルに見えるグロスとかリップ使ってるんだろうなっていう。髪の毛がくっついちゃうんですよ、そういうリップ。だから私最近ツヤ出しはしないでマットのリップだけ塗ってるんですけど、ここに髪の毛がくっついちゃう。でもそれ気にしないでずっと踊り続けられるのすごい。2回目ですがパーティーのあの場面だけ何度もね、いや恥ずかしどこ見てんの私これ。どこ見てる。あとも。ちゃんとみゆみゆさんの手先の使い方が好きすぎる。多分指が長いのかな。私はもうみゆみゆさんともっちゃんの手の踊りが目に入る。綺麗ですね。あとスモの、ね、目線っていうかセクシーに見えるよね、スモの。
星の温度って私2連続じゃないですか。シャッフル前も星の温度だったから。でもっちゃんと一緒に星の温度やこれ私もっちゃんのところだったから、自分が最後のこのポーズのところ一番前だから、他の人の何手の動かし方とか目線とかはあんまり分かんなかったんだけど、今回もっちゃんと同じユニットで星の温度やって、ああこういう表現の仕方があるのかって学んだことがあって、ここにここみこうやって見てこうやって差し出すっていう感じ、要はそれを意識して最近やってるんです。これもっちゃんと一緒にやらなかったら気づけなかったよね。あとあれだ、最後のあの手こうやって上げるところをやるときに、もっちゃんがゆうなを目の前でゆうなより先にこれをやるの、その手の速度とかさ、その目線どこ見てんだこの表現力お化けと思いながら、スンってやって私全然なんかそういう表現力とかできない人だから、見習わないとダメなんですよね。もうただ楽しくニコニコ踊ったらいいねっていう曲だったら言うのは得意なんですけど、星の温度みたいななんかこうセクシーにっていう、セクシー担当だからそういうこと言うとあれって思われるかもしれないけど、表現がね難しいんだよね。じゃあ次、49分15秒。自然にやればセクシーがそこから湧いてくるんじゃないですか。湧いてこなかったんだよね、自然にやってたら。前回のユニットの時は できなかった。これさ、桜の時のスタンドの位置、私はもうセリも何もない真っ平らなところでいつも踊ってるっていうか歌ってるんですけど、新しいポジションでやってみて分かったことは、ハルとリリカはもうセリの上にマイクスタンドが乗ってるから、もうグラッグラ、私がステップ踏むたびにグラ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 って揺れるから、えこんな中いつも歌ってんの、もう私絶対鼻で花びらになっちゃうと思ったもん、踊ってて。なんか他の自分のところしか経験したことないとさ、自分のところが当たり前だから他のメンバーの苦労とか知らないけど、新しいポジションやってみると、えとんでもないことやってるねって思うよね。よーいどんピッ、ほら、わかる？この春のマイクのスタンドの揺れ。
ハルとリリカのとこだけこんだこんなグラグラなの。花芋グラグラだな。どこに置いてるんだこれ。こんにちは。かわいい、かわいい。ほら、ここのね、ライト好きなんです。皆さんの顔が見える。わー
は見ると セーフセーフ。次57分24秒よーい、あ、いい、よーい、ドン。イチャイチャすんなー、ずるい、かわいいね。ゆうはちゃんの約束のところ、約束のところ、はい、この曲はキョロキョロ剤がすごい分かりやすい曲ですね。キョロ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 、お、泣いている。まあ目の前に来たメンバーのこと見ちゃいますよね。これメンバー移動が結構多いから均等に来ちゃうよね。皆さんキョロキョロ、皆さんキョロキョロ、 KMT のキョロキョロ、
のケロ、あ、忘れてた。あ、そうそう、この曲ユーもみんなのこと見てるんですケロ。ケロの存在超忘れてた。なんだろうな、夏きうさぎなんだよな、完全にダンスがめっちゃピョン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 ってなってる。目合うよね。そう、合うんです。この曲は最高に目が合うんです。ストップあー、問題の第2部です。いいですね、桜と青空は皆さんと目が合いますからね。1時間3分50秒。換気休憩は一番、もうこれは完全に裏事情なんですけど、一番最初に着替え終わるの私で、もうおばあちゃんだから休まないと復活できないの、椅子に座って。あーやばい、干からびそうって言ってスポーツドリンク飲んでる一番最初、いつも一番最初に着替え終わるんですけど、ああ絶対座んないとダメです。座んないと復活できないので。お菓子は食べてないな、飲み物だけ、いつも。もう体力回復させるのに必死ですよ私は、あの15分で。でもなんとかなってる。はい、それでは用意スタート。ピッ、こんにちは。ドゥ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 チュンチュンチュンブン。ここ2回転しますから、必ず春という名はここの回るところいつも多めに回ってる。夜の方が分かりやすいかも。かわいい。
いつもと逆なんですよね、このさ回転とかさ、あのクロール背泳ぎとかさ、デレレデレレレレレンデレレデーンとか全部逆で、私も必死愛しの新潟はバンダイシティ、くる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 してる。ダメだ、今日なんか鼻がくすぐったい。1時間17分、いきまーす、よーいドン。問題のシャーベットピンク、バックしましたからね。何事かもうなかったかのように踊っておりますけど、あ、次ヒーヒーが来ますね。ヒーヒー、あんなに間違えたのに楽しそうですね、ポキ。かわいい。はい、間違えまくりのシャーベットピンク。
このもっちゃんの目の配り方もう最高すぎる。引きつけられますね、もっちゃんのパフォーマンス。この思想でしないのところがもっちゃんいわく苦手らしくて、本番が始まる前にいつも思想でしないないないとか言ってる、練習してる。夜のシャーベットピンクからしそうでしないキスの、あの暗くなってるカッ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 ってところですっごいゴツンって音がするんですけど、夜ね、私が座るときに膝をガチンって、聞いてみてください、シャーベットピンクからしそうでしないキスの間のところ、ゴツン。ここで間違えてんの振り、逆よねこれ、違うよね。この曲の振り好き、わかる、かわいいよね。スカートを持つ振りはもっちゃんの真似をしました。もっちゃんだけこう持ってたので、それを真似して、それをね、なんかもっちゃんのスカートの持ち方綺麗だよねっていう話をした時に、チバーズと私で一緒にいたんですけど、チバーズと私ともっちゃんはそのもっちゃん流の持ち方ですかと思ってますね。わかるかな、この微妙な違いなんだけど。わかる、今のところ結構わかりやすかったんだけど。最後のところも映るかな。
あ、わかりました。ただこうこう持つんじゃなくてこうするんですよ。それがかわいいの。はい、私の大事故のシャーベットピンクいかがだったでしょうか。何回も見てね、その部分。行き過ぎた。だから それでは続いての曲が本当に最後の曲となってしまいました。それでは聴いてください。1分31秒。1分じゃない、何言ってんの。1時間31分今のはお腹が鳴ったわけじゃないです。喉が鳴っただけです。よーいドン。ここ私一人でこれやったんですけど、花江と向き合って超ニッコニコしながらニコーこの大移動とかリリカ毎回やってるんだよ。もう本当にとんでもないですね。でもスモには、スモがこの時はユーナのパートをやってくれたんですけど、スモにはユーナちゃんもとんでもないことしてるねって言われたから、やっぱり慣れってさすごいよね。とんでもないことやってる自覚ないもん。2番3 3番3 4番3トゥルルルフフーフフレモー。楽しい。私これ一人で夜中やってるって考えたらすごい気持ち悪いな一人でさ私結構寝る前にアーカイブ見たりするんですけど、一人でうわ怖い一
言ってんの。やだ。でも皆さんと今日は共有できたのですごい楽しかったですね。何今の夏希可愛いんだけどとか思って。もっちゃんさすがだな、星の温度、あもっちゃん、あすげえ美しいとか一人で。ベルちゃんのおもちゃの兵隊見て10回くらい見て爆笑したり。怖すぎでしょ。ねえ楽しかった、またやりましょう。なんか本当はクラクラさんとか見たかったんですけどね。そして今日は今日は三期生春祭りが20時から、皆さん 見に来てくださいね、絶対に。今日は何だろう、今日はゆきが担当します。夜公演の膝ごっつん聞いてきました。1時間20分11秒ですね。あそんな細かく、あありがとうございます。そのごっつん私です、すいません。本番もあやったな私って思ったもん。かっか急がないと、かっかごちゃん。ぜひあのこの後見てください。1時間20分11秒らしいです。あ春祭りも楽しみだな。何の洋服着ていこうかな、まず。それでは壇上を読みたいと思います。変わってないけどきっと。13位タカタンさんありがとうございます。12位音速の貴公子さんありがとうございます。11位新潟カズさんありがとうございます。10位木本ポモカちゃんありがとうございます。9位マサ佐藤さんありがとうございます。8位マコイモさんありがとうございます。7位 D 山さんありがとうございます。6位カオルコさんありがとうございます。5位ポシさんありがとうございます。もう一回。もうダメですね。13位音速の貴公子さんありがとうございます。12位新潟和さんありがとうございます。11位木本ぽもかちゃんありがとうございます。10位まこいもさんありがとうございます。9位まさ佐藤さんありがとうございます。8位 D 山さんありがとうございます。7位かおるこさんありがとうございます。6位たかたんさんありがとうございます。5位お兄さんありがとうございます。4位 K1 さんありがとうございます。3位ポシさんありがとうございます。2位ひろいちさんありがとうございます。1位地図ちかげさん、傷だった、傷ちかげさんありがとうございます。この後20時から3期生春祭り見てね、絶対に。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。それではまた夜もお会いしましょう。ごきげんよう。春祭り終わったら配信しようと思ってるけどできるかわかんないから、おやすみかっこかり。バイバーイ。